極むの言いいなずけ、さよの兄、正之助と極むの幼馴染であり。二人が将棋隊に入隊することに異議を唱える。福原定次郎役を演じました。岡山天音さん、お願いいたします。福原定次郎役を演じさせていただきました。岡山天音です、えー。今日は、あの、朝早くから、ありがとうございます。えー、っとですね。えー、合奏は。 あのこの時代の日本にすごく存在意義のある作品だと。思います。なので宣伝の方よろしくお願いします。ございます。ありがとうございます。続きまして、定次郎の妹で極むの婚約を破談にされる作用を演じられました。門脇麦さんお願いいたします、えー。本日はお集まりいただきありがとうございます。最悪を演じました門脇麦です。 あの将棋隊の当時を生きた青年たちの物語の中で、えー、どう言おうかどう演じようかということを非常にあの難しかった作品なんですけれどもあの何でしょう今あるべき今の若者が見るべきそんな映画になっているのではないかなと思います。 どうもありがとうございます。そして、小林達夫監督お願いいたします本日はありがとうございます監督の小林達夫です。えっと150年余り前にこんな日常的に訪れれるような場所でま生、あ、産なことがあったというのは今ここに立ってすごく不思議な気分なんですけども。あのまあ、ここから映画の公開を始めていけるということで、すごくえー、清々しい思いでいます。 よろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速いろいろなお話を伺ってまいりたいと思います、えー、まずはヤギラーさん、はいはい、こうして黒門の前にお立ちになって先ほどはあのご供養もありました当時の断固も残っているまさにこの地に立って今改めてどんなお気持ちでしょうか、えー、あのちょうど1年ぐらい前撮影の少し前にあの。えー 隊員、将棋隊隊員演じさせていただきますという意味であのここら辺寛永寺の中お邪魔したりさせていただきましただからちょうど1年ぶりにここにまた立ててるんですがあのやっぱ作品撮影する前した後ではやっぱ気持ちが違いますあ,のありがとうございますという気持ちに。えー 次となりました。はい、いかがですか？今まさに公開を目の前に控えて完成した作品に。つい,ていや、あのー、モントリオールにも作品行きましたし。し、えー、なんかこう。今回、あのー、瀬戸さんと2人で。ダブル主演という形でやらせていただいた作品がそういう風に。 大きな映画祭に参加できたっていうのはとても嬉しいです。まあ、あの本当に新しい。チャレンジした部分がとても多い作品だと思います。あの、とても多くの方に見てもらいたいですね。あの時代劇だっていう部分と、それよりも強く青春っていう部分がとても強く描かれていたりします。本当多くの方に見ていただきたいです。 はい、柳楽さんにとっても初の時代劇ということで、ねはい、チャレンジも多かったということですよね。はい、ありがとうございますじゃあ続きましてあの門脇さんに伺いたいんですけれども、はい、先ほどのご挨拶でもでも演じる上でいろいろとあの考える部分もあったというお話だったんですけれどもこの時代の流れの中に翻弄されていく女性といった役どころというのは同じこう現代を生きる女,女性として門脇さんの目にはどのように映ったでしょう。は うん、でも今こうして生きてる私の感覚では測り得ない部分が多すぎてでも同じ人間のそれから16歳の役なんですけれどもその年齢も経験してる一人の女性としてあの絶対にこう共通してる部分もあると 思うのでその本物の何かなんかでしょうより近いものより自分にが一番近く感じれる部分を手繰り寄せて真数が本当に少なかったのでとにかく集約させて撮影に臨みましたそ,うですかそんな中で相手役である柳楽さんとのお芝居というのは実際演じてみていかがでしたか 柳楽さんとも実は本当にワンシーンだけでしたよね。で,ねで、あのー、そんで前回ストーカーしてるんですよ、あのー、別の映画の話になっちゃうんですけど、まあ、そういう話、あんましない方がいいんですかね。ね今回は 今回はしっかり、ね、濃い良、ね、かったですね。はい。はい、ストーカーはしてませんね。ね<え>、うん、いい名付けなんだけれどもみたいなところで。余計なこと言っちゃいました。<laughs> 大丈夫ですか。<laughs> いやいやいや。じゃあそのワンシーンにかなり濃密にこう思いをかけて取り組まれたっていう感じだったんでしょうかね。はい。はいどうもありがとうございます。